昨夜死んだの。しょうもな人狼やらんわ。もう、もうやらん、もう終わり、今日配信終了。さて、まあこれスムラですね、間違いない。この配役確実にスムラでしょう。もうスムラ引きました。はい、スムラ。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。あ、スムラね。はい、今回スムラやっていきましょう。ちょっとだけ色が見えるスムラ。夜が来ました。目を閉じてください。お、なんか僕の第六感が七白だと言っている。僕はスムラなのに、なんだこれ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。はい、インフルエンザ侍です。おはようございます。やめろ。用途はございません。初日休日ですね。役に関する進行論は、役以外は言わないっていうのが私の進行論ですかね。それを今後守ってほしいなって思います。あと、霊能さんに関しては、極力のラスルという意向です。よっぽどシーンを決め打っていいなっていう場合であったりとか、色を見た方が強いなっていう盤面では残す可能性もあるので、霊能さんに関しても、なるべくちょっと審議したいなと思ってます。接続技術ケアですかね。休止しよう。30分後に熱が上がってたら、その他に喋ることはございません。自分の進行論にのっとって、村を頑張って勝ちにね、誘導していきたいなと思います。以上です。1番インターネット経由で完成するのプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営です。そうですね、キューバさん、霊能者については、まあそのときると場合によってはあれ、キチン決め打ちっていうことでね、キューバさんの進行悪くないですね。僕もね、まあ差がついた場合にかけてはもう決め打ち、周りの精査つかない場合にかけてはロラで行きます。はい、あとはまあ他の人の発言を拾ってね、次々と白予想黒予想によってはまあちゃんと分けたいかなって思っている。あとは裏口さん、頑張ってくださいとしか言いようがないよ。はい。うん。それぐらいかな。特に言うことは話すことない。2番さんに回します。2番さん、ティロフィナーレ。2番のプレイヤーは発言してください。ティロフィナーレってなんだっけ、マミさんのやつだっけ、合ってる。91の精査、なんか精査もクソも別にないかなって思ってるから。占いになり霊能が出てきてから村って色が落ち始めると思ってるから。窓マギか。別に2人とも、窓マギ分からんな。ロラするけど残すかもぐらいで、1番さん占い師頑張ってねぐらいしか言ってないから。まあ、うん、この後も、ずらずらずらって後半に役職がいる場合って同じようになっちゃうんだな、と思ってますかね。差別化。いや、無理やり差別化する必要もないし、特にないと思ってるんで、そのぐらいですかね。はい。ああ、なんか他の魔法少女の技を言おうとしたけど、思いつかないっすわ。誰かある？ないよね。はい。3番さんどうぞ。3番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。占い師です。7番さん白。7番さんが白と出ています。霊能者の決め打ちについて、まあ、1番さんと9番さんの進行論に乗って、まあ、ワンチャンありだねみたいなこと言ってたけど、あのね、僕が噛まれない限りはね、僕が村に干渉できる限りは、僕が、ね、対抗出た場合で2-2とかなっても真勝ち取れれば霊能は決め打たずとも勝てるから、決め打たなくていいです。 2-2 場面の時はね、僕が頑張るよ。噛まれたら知らんけど噛まれなかったら頑張るから。そこまで審議差つかなくない？僕ね、あの潜伏狂人とかやった時に、霊能決め打ちで狼が決め打たれた時とかもすごいニヤニヤして、あの決め打つ場合ってね、人外勝ったりするじゃん、割と。だから決めたらいいですよ。912番さん分かんないけど、あの決め打ちだ、凶悪ピとかは取らない、別に。4番のプレイヤーは発言してください。3番の新要素は7にしろ打ってるところぐらいかな。発言は賞味。どっちかというと俺は偽寄りかなって思ってるけど。3番って霊能釣り切る、ん？自分目線釣り切って3番が新決め、勝てる、ん？決め打てれば、決め打ってもらえばいいっちゅう、なんか。それ、でも3番さんって今んところグレは何もないっちゅうもんやろ。
それちょっと矛盾してねって思うけどね。だって、じゃあ3番さんがそれを言うことによって、グレーの話をしないって結構矛盾してるんじゃないかなって思うんだけど。興味はなさそう。新6歳だったらもう最後は自分決めてくれればいいって言ってるから。3番、新6歳だって思いますかね。ただ7にしろっていうのは、まあ、ポジション的には締めっぽいかなって思うけど、発言はちょっと違うかなって思ったね。5番のプレイヤーは発言してください。まあ9番さんと1番さんに関してはすごく言ってることまっとうだなと思っていて、2番さんに聞きたいなと思っていたことが一つあります。2番さんが後半に役が固まっている場合、このままずるずる色が落ちずにいくんだろうなっていう、思いを2番さんは言っていました。だとしたら2番さんが村だとしたら自身が起点となる発言をするべきだなと思いましたね。それが2番さんの人外要素にはなり得ないと思ったが、そういうところはやってほしかったなって思いました。で、4番さんに関しては、3番さんが、まず3番さんの新要素の捉え方として、7番さんに白を打っているからと言っていたけれど、もし37ローローだったら簡単に白を出せるよねっていうところで、なぜそこが7番さんに白を出したことが新要素なのか。まあ、3番さんに対しての殴りはまあまあまあ、それはそれでいいとして、新要素の捉え方がちょっと雑かなと思っちゃいましたね。6番。のプレイヤーは発言してください。はい、皆さんおはようございます。僕が真の占い師です。2番さんにランダムしろ、ランダムしろ。2番さんです、ね、よかったな。7番さんが占い師とか言わなくて、直近の5番さんが今一番白いかなと思ってて、一番黒いなと思ったのは、まあ第1週目のね、ここまでだからまだ分かんないから、78だから4番さんは、3番さんが真ローとったんだけど、俺3番さんが出てきた時大太鼓出たと思って、ただ例の決め打ってもいいよって。ってとこが、ちょっと強人っぽいなって思ったんだよね。ん？うん。だから、ちょっと4番さんの精査はちょっと合わないから、黒っぽく見える。黒置きはしないけど。僕が例の決め打ってもいいよなんて言ったんや。黒だと言えないけど、印象としては4番さんがあんまり言わないから、例の決め打つか。1、9番さんに関しては、言ってることを、まあ、まともなんだけど。何言うてんねん。2週目かなと思ってます。まあ、盤面固まってた。例のは出てくる。決め打ちから一番かけ離れた存在だわ、僕は。3は新居って言ってなかった今、ね、3が新居かなって言ってなくても僕は捏造するわ。7番のプレイヤーは発言してください。7番村人陣営でした。占い師は3番が真だし、グレーで最初は5番だと思ってから、4番つっとけばいいんじゃない。4番が前僕も言ってたけど、37ローローは追わずに3の指名と上げた要素が7番に石を打っただけけど、5番が言ってたり37ローローだったらそんなローン成り立たないから、何言ってんだろうなと思って聞いてました。でね、八幡さんにちょっと聞きたいんだけど、八幡さんって霊能決め打ちなんて言ってましたっけ？なんか霊能決め打ちはなんかうんちゃらかんちゃら、八幡さん霊能決め打ちなんか言ってたっけ？八幡さんに聞くけど。でもすごい、六幡さんがなんか、八幡さんが霊能決め打ちってなんかうんちゃらかんちゃら言ったから巨人もあるんじゃないって言ってたけど、そんなこと言ってたっけ？と思って聞いてたんで、八幡さんにちょっと教えてほしいなと思ってます。はい。それくらいですかね。はい。4番釣りたいと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。言ってなかった気がしますね。むしろその発言を引いて僕は3番は進路かなと思っていた。3番自身が強人だったら、自分が強人視点で、盤面がすっきりして2になった時に、真として取られた狼がすごくニヤニヤできるっていう発言を3番自身が残していたから、3番強人ではないと思ったから進路かなと思っていた。です。あと3番が噛まれ懸念していたことから、3強人視点で2になったときは、占いにロラかけれるから、まあそこを、なんだろうな、懸念としなくていいのかなと思ったから、3は振動だと思ってるから、おそらく言ってないと思います。4番の拾い方でいいなと思ったのは5番で、まあそれが白要素としてはなり得ないと思っているけど、まあむしろ3、7の囲いを見ないってことは、イコールで狼視点で7番の白を知ってるんじゃないかなって僕は思っちゃいましたけどね。じゃあかといって36の真偽がつくかっていうとそうではないから、4番ってどっちもつながる位置かなと思っている。以上。9番のプレイヤーは発言してください。レイノさん出ますか？これは8番さんがレイノ、はい、把握しました。8番さんの今の、何このチャット。4番さんの黒さの拾い方が同じやったかなと思いますね。4番さんが人狼やから3番さんが白を出して7番さんっていうのが白が透けたからそういう発言が出たかなって2週目入ったから出てきたのにシンプルに思いました。で占い師に関しては7番さんと同様3番さんが明らかに真やと思っていて、6番さんからロラスルドーコって熱蔵祭りが1週目から入ってるから
もう芯っぽくないなっていうのと、サンダマンさんのパッションがもう芯っぽいなと思って、まあさ、パッション精査を置いといてもらって構いません。1番さん、2番さんに関しては全く色が落ちていないかなって思います。まあ、1番さんはノリがいい、楽しむ気がある人だなぐらいやったし、今日も明らかに釣り位置っていうのは4番さんしかいないかなって思ってます。5番さんっていうのは9番、2番は発言を伸ばすべきだったっていう。村として発言、議論を発展させるべきだっていうのが村思考かなって思ったし、で、それ4番さんにそれ対する指摘もあったから、5番さんは白い。3番さんっていうのは、3番さんが明らかに真っていう理由を言うていないから、うん、そこに関してはちょっと理由を求めたいかなって思った。インフルエンザ釣りするねぐらいじゃない。1、2が色落ちない、5番さんが白い。7番さんは意見はあったけど、理由がわかんないからちょっとわかんない。って感じですかね。今日4番さんしか釣り位置が見当たっておりません現状。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、何て言えばいいのかな、まあ占い師に限っては皆さん3番さん3番さん信じて5番さんめっちゃ知れって言うんだけどさ、じゃあそれをさ、5番さんが仮にまあ白浮きだとしてね、このままグレーってかね、まあ3番さん死んでしょ。で、そして2番さんの格好言わなければ、普通に純粋に言えば勝ちなんじゃないって思うんだけど、みんな4番さん釣りたいんだ。仮に4番さんがまあ釣って、狼だとしたらありがたいんだけど、まあ、4番さんとクラウスであげるとしたら、まあ、さっきも言った通り、4番さんと3番さんの死ぬ、まあ、7番さんに白ってかね、かまあ、打つのがまあ死んって言ってで、ね、3番さんってかね、偽ってか、純粋に発言的に偽っていうのがね、あまりにもおかしいかなっていうのは一つなんだけどね。9番さんも4番さん釣りたいんだ。仮に9番さんってかさ、まあ、俺も含めて色じゃないって言ってたんだけどさ、7番さんのこと白い。で、6番さんにして5番さん白い。じゃあ、これでさ、もしもの時なんだけど、4番さんが狩りだったらどうする？うん、そこなんだよね、9番さんのいけないところが、一つ。まあ、分かる。うん。4番さんが狩りだったら、懸念だとしたら、2点どこ釣り上げるんですかって話なんだけど。そこが9番さんのクレヨスなんだよね。うん。5番さんがもし白いであれば、俺はもう4級の2択かなって思ってんだけど、現状。うん、含めて。9がカリドなんじゃないですか。じゃあどっちだろうな。4番さんの発言にもよるかな。4番さんの発言によって、俺4番さんがもし白かった場合に限っては9番さん、まあ9番さんがまで黒かった場合に限っては4番さん釣りかなって思ってる現状は。5番さんが村で決めれてる要素であるとしたら、まあ5番さん村でそれで2番さんの囲いを追いつつって言いたいんだけど、9番さんってまあ俺も含めて2番さんの精査ってすごい雑かなって思ってたんだけど、3番さん死んで見てるんですよ。じゃあ9番さん目線2番さんの囲いも追わなきゃって話なんだけど、といってもね、2番さんの発言によっては普通にまだ普通だからさ、まあ俺2番さんの正直発言っていうかね、精査っていうかね、黒要素拾えないんだけどね、1周目の段階から。うん、2番さんの発言が注目かなと思ってる、うん、現状94以上。2番のプレイヤーは発言してください。ください。まあ4番のおかしいところっていうのは多分みんなが開けてるんで、以下同文って感じです。まあ5番に聞き返したいんだけど、占い霊能が出てない時点で多分ほぼほぼ雑談と思うんだけど、むしろ起点になるようなことってあるの？逆に聞きたい。起点にするようなことって多分できないと思うんだけど、まあそんなもんすかね、5番に返すのは。ただまあ5番の言ってることって真っ当だなと思ってるし、9番が7に問いかけた内容っていうのもまあまあ普通だと思ってるから、4番って多分こんだけ釣り押されてて狩りじゃないんだから、狩りじゃないでしょ。ただそれって1番がその内容を提唱するんだったら、自身がスムラっていうことを言ってんだから、狩り所在をはっきりさせたらって思うけど、なんで1番ってじゃあそれこそ9の狩り懸念ってしないの？狩り人だったから4番をご利用しできたのかもしれないし、うん、狩りがなかったらじゃあ9を黒く見るっていうことなの？なんか1番ってやりたいことと言ってることがあんまそぐう内容ではないかなと思ってる、うん、1位釣りたいけどね。まあただ1番強靭だったら4黒に見えて9殴っといて狩りを出させて、でもそうなった時もなんか4釣りになりそうな気はするんだけどね俺、うん、って思ってるかな。なんか盤面上ほぼほぼ仕方なくない？多分57のその4に対しての拾い方って真っ当だと思ってるし、9が7に対した問いかけもまあ多分わかるもんだと思うよ。36、多分6が3に対して捏造って言ったぐらいの内容でしょ、36の審議内容って、うん、6って多分その3が決め打つんぬんかんぬよりも自分が村に干渉できる限りは別に霊能無視で俺新進行だったらいいっていう内容だから、
まあ、なんか決め打ちどうこうっていう話でもないと思ったけど。3番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目お願いします。2番さん白いかなと思ったし、カリウドはめちゃくちゃ出てほしいなと思ったな。あんまり2にクロスを飛ばす気がないですかね。どうですかカリウドさん、出ようよ。まあ、あの7がかりだったらまあちょっと運がなかったっていうことぐらいで出ない。4番さんが釣りをされてるけど、自視点で4番さんって別にそこまでですね。まあ強いてあげるなら4番さん視点で、じゃあ91にどう思ったのって思ったな。僕視点で91なんてそれ分からなかったからね。だから進行で頑張っていきますって言っただけで、まあ、そう 殴られたけど、あと37ロールを見ないんですかっていう発言があったけども、分からないから。まあ、4番さん印象が悪いんだが、6番狼だと考えた時に5番さんの印象がすごくいいっていう風に置いてたから、6視点での4が釣り1になってくるんだけど、6 4ローローってなかなかなさそうじゃないと思っていて、まあ、1番さんが指摘していた9番さん、あなた狩りだ、じゃあ狩り出てくんね。何番さん、あなた狩り違う、で出た方がいいんじゃない。1視点でさ、9番さんあなた4番さん狩りだったらどうすんのって言ってたけどさ、あ、明日なの。1番さんはさ、5番さんのこと別に白く置いてないでしょ。1視点って5を白く置いたの、何の、え、1回なの。え、じゃあちょ、僕1釣り押そうと思ってたんだけど、え、でも、もったいない、時間がもったいない。4回なの、じゃあ、あ、2なの、あ、そうなのね。2番さんあなた白かったから、僕らの予定なかったからね。あ、まあ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 、しょうがないですね、それはね。で、だったけど、別に4番さんは僕視点では6番が狼の時はあんまり釣り地じゃないのよね。で、むしろ1番さんって、4番さん黒かったら9、あ、白かったら9、9番さん黒かったら4って言ってたけど、1視点での5の白要素って別に上げてないよね。なんで5を外して、なんか村の総意に乗りますみたいな感じだったのかなと思ったから、僕は1番さん冷たいけどね。と思っちゃったんだけど。まあ、8番さん色見たいとこどこですかね。守ってね。ワンチャン。ワンチャン僕守ってね。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、8番が俺に死ねって言うんだったら手を死んでもしょうがないかなと思いますけどね。ただ白しか出ないんで、まあじゃあ明日36決め打ちしてくださいっていうところぐらいしか言うことないよね。何番だっけな、ほぼほぼの人から37追わないでそれ言うのどうなのって言われたけど、それ追ったところでどうなんですかね。7番の発言聞いてないから黒要素も白要素もないと思うんですけどね。イダシップ5番やんな。5、6はまだわかる。5、6がそれで俺に対して3、7追わないのどうなのっていうならまだわかる。でも7番って俺釣りをしてるよね。で7番以降、まあ8番も同じこと言うわけでポンコツなんだけど、7以降の人が俺を釣りをするのはよくわからんだよね。言うとりわかる。だって6番さんを、じゃあ、芯で置いて、3番に背で置いて、7が黒って置いた場合、3強4、7ローでその発言するのはわかるよ。でも7番が4番を押してるからないでしょ？言ってる意味わかる。現状、俺が黒だった場合って3、4ローローしかないよね。で、俺白だから、どこだろうね。わからんね。グレ全員俺押しとんけんね。で、5、6はまだわかるけど、7以降の8、まあ、8ポンコツだとして、9、1が一番わからん。8ポン。だって結局、6番も俺押しとるんよ。6番も俺押して、7番も俺押しとるんよ。じゃあ俺ってありえんくない？まあ、8番が死ねって言うんだったら死ぬけど、俺は白なんだよ。おい、死ねって言うのかよ。頑張ったの。1番が一番そうかなと思うけどね。9番に対して4番が狩りやったらどうすんの。俺は4球であげるわ。それいるんかね。俺がだってこんだけ釣り押されて狩りじゃねえ。狩りって打っとらんないけん、狩りじゃないと思うんやけど。1番が9番にそれを突っ込むのはちょっとなんせ。で、俺1が狩りかなと思ったよね。それを言ったから。でも違ったから。1が一番臭いかなと思うけど。6番、3番の興味ないと思うよ、俺。未だに。3番、しんどいでしょ。5番のプレイヤーは発言してください。4番の生存意欲のなさから言って、いやー、どうなんだろうな。割とヒットポイントが低い位置で、1番さんへのヘイトを持っていく。で、おそらく3番さん目線で4番さん釣りたくないのって、6番、6、4ローローだった時に、6番さんが4番さん押さないでしょっていう理論だと思うけど、俺ってすごく真っ当な理由で4番さん殴ったと思ってるんですよ。その中で6番さんが、4番さんへの叩きを入れることによって、3番さん目線で6、4ローローが追いにくくなるから、3番さんの投票が4番さんに入らない。なることを狙っている6番さん狼っていう線もあると思っていることから、まあね、なおかつ4番さんって走らせていて、ここが狼だった場合、今日釣れなかったら
初日に走らせてるんだからここ狼ないでしょっていう理論を持ち出されると4番さんって釣れない位置になっちゃうから申し訳ないけど4番さん釣ります。もう仮にもし4番さんに白結果なおかつ村っていう強人ではなく村っていうことになるのであれば、正直明日以降の占い結果を見ないと今の段階だとわからないなっていう感じですね。特にこの人が黒いっていう発言もないから、初日の段階だしね、色が落ちてないっていうところもあるから、明日以降の、占い情報をもとに、精査をしていけばいいんじゃないかなと思っているし、4番さん黒だったら、それが一番楽だと思ってます。特に、7、9、1から、特にこの人が狼だっていう要素は今のところ拾えておりませんね。だから、さっきも言った通り、明日以降の占い、理由や結果がすごく大事だなと思っています。4番さん走らせていたんで4番さん来ます。6番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。5番さんは4番さんが走らせたって俺釣っていいですよって、8がもうどうしても釣りたいっていうんだったらもう釣られてもしょうがないけどっていう言い方をしてて、いや釣わかんねえな。でも1周目のまあ話を聞いて、まあ、2周目3が1を釣り下ろしたいっていう風な話してて、いや1は釣りたくねえなって思ったんですけど、1番さんって、9、4を狩りがいなかったらどっちか釣るで、9が、4番さんに対して釣りたいって言ったのが8の便乗でっていうのはなんかすごい、俺は9番さんの 1周目の発言を聞いた時はちょっと思ったんだけども、まあ、3、7がちょっとあまり見えないかな。7番さんが、もし狼だったら別に3が死んで見られてるような状況の村で、6、熱動ですね、熱動ですねって言えばいいのに、8番さんに聞くっていうのはちょっとなんか、3だなロールだとちょっと見にくいかなと思うんだけど、わかんねえなぁ。ちょっと9番さんの2周目の発言。9番さん目線で4が一番、まあ5を白く置いたのは俺と同じだからあれなんだけど、4番さんが黒く見えた理由っていうのをもう一回教えてほしいかなっていうところかな。俺2番さんに白出てんだけど、2番さん狩りだから俺目線めっちゃ広いんですよ。とりあえず5番さんの白気は別にそれでは変わんないんだけど、でも白木していくしかないよね、もうね、これね。暗号ロールだったらもうお手上げだって思うしかないけど。ちょっと考えます。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。何が大変なんだ6番って5番白く置けたんでしょ。じゃあ3、7ローローがない。7番の発言から3、7ローローがない。3番が1番を押してるから1番が取りたくない。ってなった場合って9番か4番だから、別に6視点って何も難しくないし。何が難しいんだ、6視点で。9、4じゃないの、じゃあ。1釣りたくないんでしょ、3が釣りをしてて。で、5を村を切る。7番は発言から3、7ローローが見えない。じゃあ、9、4どっちかじゃん。じゃあ、4と、4釣って9占いすればいいじゃん。って思うんだけど。わかんないな、言ってることが。はい、2周目の発言を聞いて、4番さんって、狼っぽくはないなと思った。4番さんが狼だったは言って、まあ、HP 管理が甘えてきてないなと思っていて、4番さんを、1番さんって、まあ、かばっているっていうか、1番さんの、なんか1番さんの4番さんカバーはよくわからないけど、4番さんが狼だった場合って、1番さんから若干、系統を別に買っていないから、4番さんがわざわざ、系統を買っていない、1番さんって9番さんとか怪しんでたから、4番さんが狼だったら、1番さんとかに乗って9番さんとか、5番さん白着されてるから、それだったら9番さんとかに系統を向けておけばいいのに、4視点で1を釣り出すぞって、あまり狼だったら、HP 管理があまりできてないなと思ってたんで、1番の9殴りは僕は不当だと思ってるから、僕も今日は1釣りではいいかなと思ってたんですけど、まあ今の6番の発言聞いたら6番のシーンがないなと思ったから、普通に1釣って3番がまあ、5か9、5番2周目にあんまり白くないなと俺は思ったから、5番もあるかなと思いますけど、4番くらいかな、お金っぽくないと思った2周目。1番釣りで3番合計どっちか占ったら番目にスッキリするんじゃないかなと思う。わかるわ、5番さん。8番のプレイヤーは発言してください。
いやー、ポンコツって言われると結構心に来ちゃうんすよな。じゃあ4するぞ。いやー、どうしよっかな。絶対的な力で。まあ、明確に1と1か4の欄でいいかなと思っているんだけど、まあ、単純に4番が黒くない、うんぬんじゃなくて、まあ、もうこういう流れになってる状況下で、なんだろうな、釣らざるを得ないかなと思っている、4番に関しては。それが釣りの、組に入れてる理由かな。ただ、黒いかって言われると、微妙。2周目に関しては、いや、ポンコツって言われただけで、俺が結構精神的にダメージ飽きたから、多分 HP 低いの俺かなと思っている。1番に関してなんだけど、それより1番なんだけど、食らっててくさ。その、9番の仮要素の拾い方は良かったんだけど、それはその場合に4と9のその拾い方で、自分、1番が狩りじゃないと明確に成立しないと思ってるんだよね。で、結果的に2番狩りでしょ？これアーマーとかないよね。ってことを考えたときに、1番の視点がちょっと、途中からずれ始めてんなっていうのは2番同様かな。それは気になった。それこそ9番の4番の狩りの懸念がないってことは、1番自身が9番の狩りの懸念をしていないってことと同義になるから、ああ、気になったかな。いや、むずい。いや、で、4番の言ってることが正しかったら、6番って3番の強靭要素としてなんか上げてたの？ちょっとごめん、聞こえなかったんだけど、だとするのであれば、3番が1番を釣りをしているから、1番は、拾いたくないっていう理論は成り立たないと思ってるから、そうなった場合6番視点って3番が狼っていう視点に切り替わってるから、その根拠を言うべきだと思っている。だからその時点で4が正しいことを言ってるのであれば、まあ36だったら現状3の方が進歩く見えている。マイナスポイントとして1で狼落ちそう。もう一回言うけど14の欄でいいと思って36だと俺は現状だと3が真に見えている。1で狼落ちそうだな。キロデュエット投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。1で狼落ちそうだし、なんか1六郎急強とかありそう。4番のプレイヤーが選ばれました。お前が死ぬんか。まあ、4、6が4入れてる。4番これ狼じゃないな。4番のプレイヤーは発言してください。いや、8番やっぱりポンコツだなと思いますけどね。8番って結局俺が白っぽいって言いながら俺に言ってんでしょ。やっぱポンコツだなって思いますけどね。8番噛まれないから8守んなくていいですけどね。まあ2番が噛まれるか。2番噛まれて、8が噛まれる。まあ、1占いでいいかな。いや、5番に入れた理由は、いや、1番も黒いなと思ったけど、それ以上に5番の2周目が意味わからんなと思ってて、5番ってさ、俺の白いやつ拾ったでしょ。強靭ってあんまり追ってないんだよな。だって3、4、ん？俺の辻、あんまり俺の、にろうとわかんない。俺の黒、もし俺が黒だった場合って3、4しかないよな、今現状な。まあ、もしくは3強4七ローだよね。7番さんが2周目俺釣れなくていいんじゃねって言ってるからね。で、7番も1入れてるでしょ。だから現状として3強4七ローか3四ローローしかないよな。でも5番さんの位置って7番さんは俺の釣りをしてる体だから、まだ1周目の発言しか聞いてないからね。3四ローローしかないよな。で、俺の黒ってありえんくない？5番さん6、1周目の発言で偽っぽいって思わんかったんかな。思ってないって話は別だけど、俺は思ったんやけどね。で、3番が真に見えてるんであれば、俺って薄くないか。6番が1周目釣りをしてるんだから。だから5番に入れたんだけど。で、しかも最大の釣り理由が、あれでしょ？柱してるからでしょ？意味わからんくない。この現状によって柱もクソもねえやろ。8番、だって村全部が俺のこと黒いって言うのよ。まあ、俺黒いと思ったらあんけど、自分のこと。で、8番が俺を釣りを押すやったらしゃあなくね。これは。で、俺が白って結果出たら、俺を釣りをしてる人が怪しいわけやんか。まあ、だから今回やったら1、2、5、6、8、1、まあ2番下には。まあ、2、8がポンコツやな、これは。1、1、5、6、5、6じゃね？違う。3、6どっちも5占うでどう？ダメ？俺5パンダか黒になると思うんだけど。隠し色ないっしょ。いやー、5番はなー、6番時点で5白結構見てるから、あんまりライン感じてない。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。1番、ほれほれ、ほら、8噛まれたら占い決め打ちになるから、6で、6倒すから僕。だよなー、1番、おい。お前噛むなよ。なあ。お前噛むなよ。なあ、3を。リリアン、お前イチクロなんだって。リリアンなあ、ちょっと噛まれれば絶対。頼む。朝が来ました。頼む頼む。昨夜死んだの。しょうもねえ、しょうもな人狼。
やらんわ、もう。もうやらん。もう終わり、今日。配信終了。5番のプレイヤーは発言してください。七黒の四白。うわー、やだな、これ。マジやだな、これ。だってさ、3番さん、これ、地神王は3番さん死んで噛まれるっていう精査までしなくちゃいけないでしょ。うわ、やだな、これ。いや、ただ、37労働だった場合、別に3番さん地神する必要ないのか。いや、どうなんだ。あ、違うわ。6番さん目線7黒か。ってなると、6番さん目線は3番さん強靭で、7番さんが囲われていた、もしくは37ロロで3番さんの地神。6番さんが狼だった場合は、どうなるんだ ?3 番さんが真、7番さんが狼。うわ、ちょっと待って、こうなると精査ぐちゃぐちゃになるな。4番さん白結果。が出ている、ちょっと待って、今精査が追いつかないんだけど、3番さん噛まれた直後って、ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ、考えさせて。6番さん死んだった場合は、待って、6番さん死んだった場合って3番さんのことは強靭置きするしかないよね。となるとどうだろう、6番さん目線3番さんのことを強靭で置くんだったら、ラストを置く位置の候補として一つ挙げてほしいな。あの、僕だけはもし6番さん目線3ならロロって追うんだったら、それはそれでいいですよ。僕は役購入するけど、お前らは3番さんのことを強靭に置くんだったら、7番さんの相方どこにいるかっていう精査をしてほしいですね。それによって6番さんの精査をしたいなって思ってます。今日は67のランにですよね。67のランですね。6番の話を聞いた上で6番さんの審議つけたいですね。67ランとか何を言ってんねん。お前強靭かのプレイヤーは発言してください。はい、発言します。昨日3が1を下ろし、釣り下ろしてることから、まあ、一本指定だったわけじゃないですか。で、強靭だったら、めちゃくちゃ6釣りやん。強靭だったら一本指定できないかなと思ったんで、3番さんは狼だなと思ってたんですよ。で、狼だった場合って、5番さんはないなと思ったし、で、まあ、1、4に関してはもうしょうがないよね。3が1に釣り下ろしても、俺の中だと4一択になっちゃって、4級で確かに。7番さんが言う通り4級で疑ってます。正直。で、もう、俺の芯切るっていう人が結構多いから、まあ、村目線で情報を落として、7で仮に白が出ても、OK だし、黒が出ても、OK かなと思ったので、とりあえず、まあ、少しでも情報を落とせるようにと思って7占ったら黒。で、今の状況だと、まあ、5番さんに黒1もう1個上げてほしいって言ったんだけど、3が1本指定で1を釣り下ろしてて、3、7、9で1入れてるんですよね。だから、まあ、ちょっと安直か。なんか占い師の時はさ、そうすると3で、強靭だ、ま、強靭で、なんか一角したりさ、初日神入ったりさ、7番さんかなっていうので、黒は真っ黒なんですけど、その相方位置としては9か1。まあ、3が強靭だった場合って別に1釣りを下ろしても。なんかなんだろうな。あとこの間あったのね。対抗がいきなり初日地がみしてきた。囲ってもないのにね。まあ今この状況だともう、なんかバランス釣られる感じだとか、なんか決め打ちまでいけないんだけど。まあ絶対にでも7釣ってください。7釣れば、PP はないですし、二陣が落ちてるんで。その後だと俺釣り飛びますよ。だから今日は絶対7行ってください。以上です。9だと思ってます、俺は。だから9番さんが村だった場合は1かな。それだともう分かんないですね、それは。占い。7番のプレイヤーは発言してください。あれが3番が守んねえし、合計ちゃんせいができるわけねえだろ。4番のプレイヤーは。6番してんって PP ねえだ、3番に陣が落ちてんだから。3強陣で、7オオカミで、じゃあ7オオカミで4番の白つけてて、7が1釣りをしてんだから、どう考えてもあるとしたら7級か7号だろ。3強だった。3強だったらまず、3が締め取れてんだから、普通に4で白落ちてるんだったら、信用勝負で6番釣り殺せばいいだけだから、わざわざ3強で地神させる必要性もないし、7級とか7号だったらいいって。はい。まあ、情報更新がないんで、非常に関しては9番への叩きが不当で、あ、9番さんにはちょっと返しておくと、僕は、初心の段階で、録音さんに対して、まあ、たまの狂気の理由が、僕はそんなこと言ってなかったと思うから、一応、八番さんには聞くけど、まあ、
言ってなかったけど熱動が入ってると思ってたから、そういう意味で6万さんの方が偽かなっていう意味と、3万さんがその位置で僕に対しての使用結果って結構ディスクある声してるから、そういう意味で3万さんが真かなっていう意味で僕は3万さんを信じておいてました。1周目はね、2周目で明確的に6が偽だと昨日も理由述べたけど、まあ、2番ってさ、ハリウッドに言うんだけどさ、4番が5投票しててさ、1、4の欄で4番が5投票しててさ、4のあれでさ、しとったらカレンだから、占い声入れるよって思うんだけどな、2番って。ハリウッド言うのなんだけど。なんで、たぶん霊媒守ったんでしょ、占いが入ってるってことは。俺、1占いだろ、どう考えても。4番狼だと思って霊媒越したの、2番って。ハリウッドしっかりしようよって思うけどな。OK1 の生産ができるわけねえだろ、こんなの。思うんだけど、はい。まあ、キルマさんに返してください、それかな。一話聞いたときよると、5万に関して4万つぎ落すのがなんか、違和感あったかな、昨日。4万って絶対狼はないと思ったから、そこかなと思ってました。はい。8番のプレイヤーは、発言してください。いや、めっちゃお腹痛い。いやー、どうしよう。いや、普通に6釣りでいいと思うんだけど、いいよ。いやー、前半パートはまだいいとして、後半だよな。その、後半のまだ1個取れる要素として、6が偽だったときに、別に僕が偽要素として取られても、7が白落ちて、7が白結果だったらいいっていう話は、まあまあ分かんなくもない。それぐらい、唯一取れるとしたら。どういうことで、6に言いたいのが、すごく気になってて、5番の白要素って何なんだろうと思って。さ、俺にアンサーで3番を狂人から狼要素に変えた。まあそれはいいとして、じゃあ3が狼だったら5の狼の否定の理由が全くもって意味が分かんない。それって多分ライン制裁3号がないって意味だと思うんだけど、5番ってそもそも釣られ位置に上がっていないし、6番自身が1周目で5が白いって言ってるから、別にライン繋げようが繋げないか構わないと思ってるから、単体精査で5番を精査すべきだと思ってるよ。だからその時点で6番の占い視点じゃないなって思ってしまった。で、ここで聞くのが5番なんだよね。4番で白結果落ちて、その4番が5番を統一占いすることを、まあ、意図して言ってたと思うんだけど、まあ、5、6だったらちょっと触れ方が、ちょっと気持ち悪いなと思うんだけどな。狼でその触れ方ちょっと気持ち悪いな。いや、でも5番からし、いや、でも、やっぱ単体精査で、俺、昨日からも言ってたけど、一番だと思っていて、じゃあ俺昨日4枚入れた理由が、もう一回言うんだけど、もう一回ってこれ言ってなかったんだけど、4号ムラムラペアセットだったら絶対最終日でもつれ込むから。だから4番つった。それだけです。多分俺今日噛まれると思うけど、俺は一番がやっぱおかしいと思うよ、単体なら。今日は6釣り。はい。9番のプレイヤーは発言してください。いいんじゃないですか。今日は6釣りの一択しかないと思ってて、そこに着地してくれるから、6、7で悩んだ5番さんっていうのはおかしいから強人かなと思いましたね。7番さんは明確にやっぱ今日持って白いと思いました。7番さんのローが追えない。多分これ1番さん狼やと思うな。で、そもそも3番さんが偽で地神をする必要性っていうのがそもそもなくて、で、まあ、3番さん強人っていうことを主張するかもしれないけど、3番さんが強人っていうらしきムーブもなかった。で、また6番さんの占い値のおかしさね。6番さんっていうのは昨日の発言の時点では4、9どっちかに狼がいるみたいな発言やったから、今日は明らかに占い飛ばすなら私やったはずでしょ。なんでって なりません。おかしいと思ったから。ワンチャン6番さんは強人で、グレーに占いを飛ばすのが怖かったから7を占って黒を打つしかなかったっていうのがあるかもしれない。うん、対抗が新占い師ってわかってるから。だからその場合って6番さんが強人で、私目線は1号が狼かなって思う。5番さんのおかしい発言っていうのは今日の6、7ランっていうところね。で、今日明らかに迷っていって、番目整理が追いついてないから、ワンチャン5番さんの人外もあるかなって思った。まあでも、まあ、1、6ローだろうな。でもまあ6番が狼やと思う。で、6番が狼で1番が相方やと思うから、今日は圧倒的6番ずりやし、明日は1番を釣ろうっていうふうに思ってます。で、1番さんのおかしさっていうのは昨日言った通りやし、言ってくれはってた通りやし、で、ちょっと何かあったはずやねん。1番さんって2番さんの発言注目、まあ黒要素拾ってないけどって。片白に対する振り方もだいぶ違和感やったかなって思う。どうにかしていろんなところに黒を塗ろうとしてる態度とかも黒っぽいなって思いますよ。絶対これ1番さんが黒いと思う。今日は6番さんを釣って、あと1番さんを釣る。で、明日終わんなかった場合は5番さんが、まあ最終ラストウルフ1かなって思いますね。うん。4番さんはもうおかしかったけど、165あたりが人間にして見えてならないんですけど、これで6強91号だったら無理だわ。1番
のプレイヤーが発言してください。はい、発言します。ということで今日6番さんずりしかないんだけど、その後の進行なんだよね。6番さんの発言によったら7級狼っていう発言は明らかにもないかなって思ってるし、6番さんってなんか先手が破綻してるような気がするんだけど、気のせいかな。うん、今日は絶対6番さんずりで、6番さんの相方なんだよね。9番さんが俺をご利用するのもそうだし、じゃあ9番さんにあなたに問い合わせます。9番さんって最終的になんで俺を東京書いたんですかっていう話はそこなんですよね。うん、キューバーさんのおかしい要素だとしたら、俺がおかしいおかしいっていうのは、確かにね、3番さんの指摘とかね、8番さんの指摘もおかしいっていうの分かるけどさ、5番さんの狼って追えないんですかって、最終的には3分の1のグレーとかね、俺も含めて9、んどうなんだっけ、7、あ、そうか、7も含めてだから、まあ、7番さんも含めて5番さんの狼って全員追ってなかったでしょ。だから5番さんの狼って追えないって、まあ、5番さんって反対で知らないのかなって思ってたんだけどね。4番さんも4番さんですり暗いと思ってたんだけど、4番さんっていうかさ、俺に入れますっていう話のことから、俺じゃなくて、なんで5番さんに入れたんですかって話なんだけど。うん。4番さんあなた狂人なんですかって話、狼なんですかって話なんだけど、俺を狂人狼王の視点であれば。そこなんだよね、4番さんの黒い要素としたら。単純に殴り返しというかね。4番さんは白だから、うん、4番さんの黒です。で、5番さんで単体で、まあ、6ラの乱っていうのはね、じゃあ、うん。言ってるんだけど、9番さんが今、俺釣った後で5番さんが狼っていう線は追わないんですかって話なんだけど、そこなんだよね。うん。7番さんの6番さんに対する弁明は、まあ、おかしくはないからって悪くはないし、うん、普通に、まとめ楽しいかなって思ってんだけどね。うん、だから、7番さんは、まあ、黒なんじゃない、黒違うかなって思って、最終的には9と5の狼のどちらかなんだよね。今日5番さんのムーブしてる狼なのか、それが単純に9番さんが単体で投票変えたからおかしいなのかなって思ってんだけど。うん。明日は9と5の精査しかないからって、7番さん省こうかなって思ってる。7番さんの6番さんに対する弁明が正しいかなって思ってるし。まあ、9番さん明日行ってね、俺をあれ、書いた理由。2番のプレイヤーは発言してください。あ、3番さんはさ、今頃さ、多分1とかを占ってさ、あ、白だったのっていうか、ほらね、やっぱり狼だったでしょって言ってるか、まあ、どっちかわかんないんだけど。なんか7番にめちゃめちゃ叩かれてテンション落ちた。言ってることはめちゃめちゃわかるよ。でも多分4つって白結果で3かまれて6、1釣り切っての最後 5級精査でいいかなって俺自身も思ってたから、なんかそれでいいかなと思ってた。ほぼほぼそんなもんだと思ってたし。なんでよ、3かまれるの分かったら3号へ入れる。逃げんなよ2番、逃げるなよ。7番が1位言ってることもわかるけど、いいんだよ、胸を張って。一番白結果だった時に多分4黒って一番しんどいと思ってるから、村見いいんだよ別に、3が噛まれて先責任は負わなくて、三振6黒で4黒、ね、三振6黒だった時に6が4黒って多分 100% 勝てないと思ったから4つったから、ちょっと心が言ってることは分かるよ。ちょっと殴られて心が弱くなっちゃってるもん。1、4のランで5投票してるなら、4に殴られて、ね、そんなのねえだろって。2も7に殴られて強く生きろよ、はあ。3番ごめんね。切れ返せ、切れ返せ。まあ今日は6行くんですが。まあ6番が提唱してる3強って一番ありえないと思うけど、俺が仮 CEO をする前から3番ってほぼほぼ俺のこと占うつもりがないって言ってたから。そうなの、あなた白かったよ。はあ、6釣ります。あなた白かったから。投票を始めてください。あなたいつだから言っとくけど、8噛まれて。6つって8噛まれた、あなたいつだからな、リリアン。あなたいつだよ、明日しっかりしばけよ、一応。6番。いいよ。のプレイヤーが選ばれました。6視点もう勝てないよね。7が本当に黒ならね。7は白だけど。6番のプレイヤーは発言してください。太ももいて。はい、発言します。まあ、しょうがないですね、もう。うん。ただ、俺は、一郎一を提示できただけで、まあ、役目終わったと思って、許してくださいね。で、まあ、5番さんは、白理由っていうか、もう、5は白置きするしかないんですよ。俺、2に白刺さってて、で、一番白いなと思ってて。で、9-1 に関してなんですけど、両方とも黒要素あります。9番さんに関しては、1周目から4番を釣り下ろし、なおかつ、釣り下ろすって何？理由っていうのを、誰々が言ったから、釣り下ろすって言うっけ？全部便乗なんですね。今日釣り下ろす、
すりおろす誰かが言ってたけど1が黒いと思うっていう。で1番さんに関してはすりおろすなんてさ、あんこをさばくときに使う言葉じゃないあんこってなんかすりおろしてさばくよね。まあ、でも1番さんの白要素としては俺の色が分かってないから、まあ3が釣られたから6いきますって言ったとこかな。9番さんの説明って今日俺を釣って明日1釣って終わんなかったら5って言って7を完全に白置きしてる、それはまあ3シーンだっていうのは言いたいのかもしれないけど、全部誰かの意見なんですよ。釣って卸売るだけなんで。卸売るってこと。だから黒いかなと思った。9が村だったら1が狼だけど、まあ1も俺を釣り下ろしてるからその可能性も出てる。釣り下ろすって何別に、いや、若干やっぱり9の方が黒いかな。言葉の早い維持に対抗だからしてるけどさ、5が狼だったら、もう7、5狼だったらもう無理です。たまに言う人いるんだよな。釣り下ろすってとこですかね。卸売業者に。まあ5は釣らないでください。あんこは釣り下げか。かな。いや、ほら、漢字は一緒でしょ。明日絶対7釣ってくださいね。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。いや、釣り下ろすのこと言いたいのは分かるよ、もちろん。なんで釣り下ろすになっちゃうの？方言か。え、6番さんだけじゃないの？この言葉って。結構聞くよね。釣り下ろししてるから。朝が来ました。昨夜死んだのは8番、9番のプレイヤーは発言してください。6番さんに関しては、伝聞の伝聞のそのまた伝聞みたいな論理を展開するのをやめてほしいなって感じですね。まずそもそも6番さんが5番さんを知る8時してるっていうところがおかしくて、5番、私の理論がおかしいって話ですよね。今日1ずっと終わんなかったら5釣るみたいな。どこがでしょうか。5番さんを知る弾きしてるのがまず意味わかんないですね。6番さん目線、5番さんっていうのは全然占ってもいなくて、色ってわかんないですよね。で、5番さんの知る要素っていうのは初日の4番さんへの指摘1本で、それ以降っていうのは大した発言の展開はなかったはず。それだけで5番さんの知る要素を取っている6番さんって明らかにおかしいでしょっていうところですね。で、1番さんのおかしい、まあ、で、まあ、いい点は、6番さん良かった点は、1番さんは、伝聞でしか、黒要素を人にあげてないってところ、まあ、そこに関しては良かったと思います。私は2番さんへの触れ方が不自然だよねって話もしましたよ。あとね、1番さんの7弾きも意味わかんないね。あとね、5番さんがみんな白いって言ってるから白いっておかしくない？それもおかしいでしょ。だから、1、6共通して5番さんを白8位してるんですよ。そこ、まず1点取ってほしいな。あと、9の、あと、私の釣り位置か。釣り位置変えたの。まあ、別に9、1番さん黒かったから変えただけですけど。ね、4番さんを釣り位置に上げたけれども、まあね、2番さんの発言を聞いて、投稿するって話で、1番さんは、カリウドじゃないのに、カリウドであるかのような、論理の展開をしていたから、そこがおかしいと思ったから、1番さんを釣ったまでです。7番さんは、のせる要素を上げるであれば、あ、死ぬ、やばい、頑張れ。あ、時間足んないな。これ1番さんどれしか今日飲めないです。1番さんが明らかに黒い。5番さんに関してはおかしいな要素もあるけど、多分黒は1番さんやと思います。1釣り。1番のプレイヤーは発言してください。それってさ、9番さんが最終的に俺を変えたってことはさ、4番さんの表示があるからさ、俺を入れたんじゃないのかなって思ってるんだけど。うん、9番さんも9番さんで普通に発言おかしいと思うんだけどね。うん、俺が5番さんってかね、全員白だって言うのも、それは別におかしくないじゃん。5番さんのじゃあ黒要素ってどこなのって話だ。5番さんで今日で昨日の時点で黒要素上げるとしたら6、7だって、それしかなくね。5番さんもおかしいって言ってたよ。それだけじゃん。うん。5か4が強靭だよ。で、7番さん黒弾きある、白弾きってかね。7番さん省いた理由にかけた6番さんに対して弁明ってかね。いいんだよ、それは。6番さんの言ってることは確かにおかしかったよ。7番さんその6番さんのおかしいんじゃないって。7番さんが言ってたことはさ、7級狼っていう線はおかしいんじゃないかっていう発言からこそ7番さんっていう6番さんに対して弁明がね、正しいんだよ。わかる？うん。最終的に、うん、9番さんがローで普通に4番さんかばったんじゃないかなって思ってんだけど。俺が変えたのって。つまりあの人来なかったな、今日。うん、多分そこなんじゃないかなって思っている。うん。今の段階だとしたら俺は急投票かなって思って。ボケ防止で人狼やってる人ないと思ってる。だから俺は5番さんの標準面もないと思ってるし、うん、そこは信じようかなって思ってる、うん、負けたら本当に申し訳ないとしか言いようがない。7番さん投票は絶対ありえない、うん、5番さん発言次第だよ明らかに、まあ、5番さんが来るのは、まあ、9番さんつってもし仮に5番さんで来る
終わんなかったとしたら9番さんつって終わんなかった倍に限っては、まあ5番さんのクルーソってかね、まあ今日しか言えなかったけど、6、7の乱っていうか発言、それしかないんだよね。5番さんの発言ってかね、おかしいところ。そこなんだよ。うん。1日目に限っても、ないんだよね。他に、引っかかる要素の点に限っては。だから9番さんで終わるかなって思ってるし、まあ9番さんつった後で終わらないとしたら正直きついかなって思ってる、この場面。明日の場面。うん、それぐらいかな。はい、9番さん釣りまーす。2どうすんの ?2 番。2、僕を殺した2番。発言してください。発言してください。まあ、どこを釣りましょうかね。6番が提唱する7一郎って一番ないと思うけど、なんか6番ってそれ言うんだって。まあ、6がどっちかの5を明らかにかばって9、1にいるからヘイト向けといて5を釣らせたいのかどうか問題ぐらいしか思ってないかな、今。3強17ローだったときって3が1にヘイトも来て7がそれに乗っかりそれいいよ、もう3強17ローとかもう7ロー終わらなくていいから、まあ、どうでもいいんですけど7ロー終わないでよ。あーまあまあ5番の話も聞きましょうか。おい2お前釣り5番お前釣り地停止のプレイヤーは逃げすぎだよ。ごめんなさいね。昨日の段階だと3番さんが噛まれるなんて想定していなかったから、そっからね、1番手の発言だったから話がまとめていなかったから、逃げすぎだよ2番。だから、ちゃんと話戦えよ、まとまってきたんで話していきます。戦わんと。もし7番さんが黒だった場合って、3番さん神じゃなくて6番さん神に行けばいいなと思っているから、7番さんって白弾きしていいなと思っていて、今日の9番さんと1番さんの話よく聞いていたんですけれど、9番さんって割とヘイトばらまいてる感じがあったんですよね。7に対してなんか聞いたかちょっと分かんなかったけど、どちらかというと1番さんも怪しむ視点を持ち、俺に対しても怪しむ視点を持っていた。けど、1番さんに関しては9も殴り、俺への殴りは9番さんよりかは薄かったなと思ってる。俺に対しての人外予想として、それに2日目で6、7のランを提唱したいとしたところ、そこぐらいしかないからっていうところが、9-1 精査したときに、どっちが評価集をしてるかって言ったら、1番さんの方が評価集してるなと思っています。多分これを俺が言うことによって、多分俺が黒くなると思うんだけれど、3番さん噛まれたのって、おそらく、3番さんの初日の投票って1番さんじゃないですか。だから、それで4番さんが初日釣られてるってことは、おそらく3番さんの占い先って1番でしかないから、そこで1番さんが狼だった場合、3番さん噛まれるんじゃないかなっていう精査ですね。おそらくこれ言うとね、さっき見てたら俺黒くなると思うけど。4強5村9村で、9番さんがおそらく1番さんじゃなかった場合、5、6、ローを提唱するのかもしれないけど、それって否定できて、3番さんのさっきも言った通り3番さんの占い先って1番さんでしかないから、5、6、ローローだった場合って3番さん噛む必要がないですねっていうところですね。うん、だから1番さんで終わると思ってます。7番おい7お前のプレイヤーは発言してください。まあ、9番は釣れないんじゃないかなと思ってますけど、1番か5番だと思うんですけど、5番が挙げていた僕の、白要素が3、7オオカミとかだった場合、6番噛むんじゃないかっていうけど、全然それ別に成り立たなくて、3、7オオカミだった場合って別に3、6審議で3番がほぼほぼ審で村視点置かれていたから、まあ、ほぼほぼっていうかまあ、置いてる人が多かったから、3、6オオカミだったらわざわざ6噛む必要性はないから、僕が提唱している3、7オオカミの否定要素って否定要素になっていないから、5に引っかかれていますと、こう、1番に関しては9番への叩きに対して9番に関して、9番が、4番を強靭だと思って自分に入れたんじゃないかっていうけど、1番さんの9叩きってめちゃくちゃ不当だったから、もうなんて言うんだろう、9が狼で4を強靭だと思ってから自分に投票したんじゃないかっていう、なんて言うんだろう、1の9の黒さの言い方は違うかなと思ってました。9番さんは別になんか引っかかれてはないな、あんまり引っかかれてはないなって思ってたんで、1号に引っかかる点が両方ずつあるから、まあ1カゴをどっちか入れようかなと思ってるんですけど、1行こう。一番入れよう。僕はさ、3が1に入れとんねん。言わせごめんなさいね。ちょっと感情的になってしまったから、死んだものの投票位置を見ろ、まあ、守ったら簡単な試合だったかなっていう話。守ったら簡単な試合でもうやめろお前、2攻めんのは。でもまあ2番釣り上げてないからね。一番占って白だったら高級精査すればいいかなと思ったから、そのこうやってミスったら結構巨人いたら PP あるかもしれないから、そう、
ったから、楽な試合にしてほしかったから、2は3番持ってほしかったなっていう感じをしてしまったから、2は3に関しては申し訳ないなと思いました。1か5どっちか入れます。投票を始めてください。やばいぞ、これ。これやばいぞ、これ。おい、2お前1入れろよ、お前な。3ぶち殺した責任をお前、1投票で果たせ。許してやる。3ぶち殺したから1投票してくれたら許す。頼むぞ。1番おお、いい、えらい。えらいねえ。16郎か。ゲーム終了。村人の勝ちです。えらすぎ、これ村強。14ラン強。えらいな。ありがとうございました。14ラン、えらい。強靭に心えぐられる。8よかったよ。8頑張ったな。3番ごめん、いいんだよ。2番。気にするな。2番、許す。すべてを許す。役が。役の心が、この教授がないと確信してこの教授がないこと確信しちゃったか。もうないわな。5番強靭だったらなんかなんとなく7黒塗りするよね。というわけで今回は16ローロー4強でしたね。まあ僕初動で1番釣りをしてたから6視点ではきつかっただろうね。うん、で6視点、まあ2番3カリオだったけど2番さんも白かったからね。まあかまさを得なかったのかもしれん。確かに2番が守ってくれればもっとよくスマートに勝ったとは思うけど、まあ2番が最終的に1入れてくれてるからね、まあ、よかったなと思います。ナイスゲー、よかったら皆さんチャンネル登録よかぜひお願いします。ありがとうございました。